エルリコサウルスは、白亜気候期に生息した、草食の獣脚類恐竜の属である。デリジノサウルス科に属している。化石は、頭骨とそれ以外の部分的な骨が、モンゴルのバヤンシレソウの、約9000万年前の地層から発見されている。エルリコサウルスの化石は1972年、ウムネゴビ県でのソ連モンゴル共同調査により、バイシンサブで発見された。 タイプシュアーリーカソリス・アンドリュー・ジーは1980年、アルタンゲレル・ペルレにより命名記載された。この論文は、リンチェン・バルスボルドが共調者であるがバルスボルドは、この種の命名者としては示されていない。俗名は、トルコ・モンゴル神話の魔王・エルリクにちなみ、種相名は、アメリカの古生物学者、ロイ・チャップマン・アンドリュースにちなみ命名されている。ややこしいことに、 ペルレは1981年にこの種を再び新種であるかのように命名し、よりラテン語的なアーリーカソリスという表記にした。現在では一般に最初の名前であるアーリーカソリスが正当な名前であるとみなされている。ホロタイプ標本であるアイム100、111はセノマン期からサントン期の年代の地層から発見された。 この標本は下顎を含む完全な頭骨といくつかの頸椎の断片、左の上腕骨、右の足で構成されている。発見された当時では唯一のテリジノサウルス類の頭骨であった。この発見は南海で情報の乏しいテリジノサウルス類を解明する上で大きな貢献を成した。現在でもテリジノサウルス類の頭骨としては最も完全である。 研究者の中には1983年に命名されたエニグモサウルスモンゴーリエンシスと同じものだと推定するものもいる。この種はエルリコサウルスと同じ類相で発見された部分的な骨盤に基づいており、エルリコサウルスの骨盤は発見されていないためである。もし同一種だとするとエニグモサウルスはエルリコサウルスのジュニアシノニムとなる。しかし、 エルリコサウルスの骨盤がセグノサウルスのものに似たものだと予想されるのに対してエニグモサウルスの骨盤は厳密にはセグノサウルスのそれに似ておらず大きさが異なっていることもありバルスボルドはこの同義化に対して異義を唱えている。したがって一般的には未だエルリコサウルスとエニグモサウルスは別の属であるとみなされている。 エルリコサウルスの頭骨復元図エルリコサウルスの属するテリジノサウルス類は奇妙なグループであり、重脚類であるにもかかわらず肉食ではなく、装飾で、地骨が長蛮類のように後方を向いている。また、長蛮類のように顎の先端が植物を刈り取ることに適して広く湾曲した骨質のくちばしになっている。くちばしの後方は隙間で分かれており、 上顎骨には片側あたり23本のまっすぐで荒い虚子のある歯が並んでいる。歯骨にはさらに多く片側あたり31本の歯があった。全体として108本の歯があった。骨質の尾行は非常に大きく細長かった。脳箱は岩気性の骨によって後方に膨張していた。デリジノサウルス類は羽毛を持っていたことが知られており、エルリコサウルスも 同様に羽毛を持っていたと考えられる。足に非常に長細い鍵爪を持っており、骨芯の長さは10センチメートルに達した。この鍵爪の用途は不明であるが、GS ポールは自衛に使用したものと推定している。この属は非常に断片的な化石しか知られておらず、特にホロタイプには脊椎がほとんどないため、体調を確定することができない。 頭骨の長さは2 5トルで、上腕骨の長さは3 0トルである。化石標本が生体であると仮定して、これらから指定される体長は6ルである。エルリコサウルスは、近縁種のセグノサウルスと比較して、より軽量な作りだったようだ。他の推定では、より小さく、2010年のポールによる推定では、体長4 5ル、体重5 0 0ラムとされている。 ペルレはエルリコサウルスをセグノサウルス科としているが、今日このグループはテリジノサウルス科として知られている。この分類は後の分岐学的な解析によって確証されている。エルリコサウルスの骨格から得られている情報は少ないが、近年2012年12月19日にブリストル大学地球科学部のスティーブンドーテンシュレーガーラにより発表された。 CT スキャンによる調査が研究の焦点となっている。脳空の分析からエルリコサウルス及び同様のテリジノサウルス科の種は、嗅覚、聴覚、バランス感覚といった肉食性の獣脚類と関連した特性が発達していた全脳が大きく、複雑な社会行動や捕食者からの回避に役立った可能性がある。ありがとうございます。